開会式の様子サニックスカップ U-17 国際ハンドボール交流大会は毎年10月に福岡県宗方市のグローバルアリーナで行われる U-17 男女別のハンドボール国際大会である主催は九州ハンドボール協会と一般財団法人サニックススポーツ振興財団2020年秋に開催予定の第13回大会は 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。2008年10月より海外にチームを含む男子6チームで始まる。2011年大会より出場チームを12チームに増やし海外から3チームを招待。2013年大会より女子の競技もスタートし現在に至る。第1回大会から海外チームの参加があり、今までは韓国、台湾、 タイ、カナダ、フランス、オランダ、香港とドイツのチームが出場している。大会要項サニックスクアップ U-17 インターナショナルハンドボールトーナメント。2020年7月18日閲覧。九州ハンドボール協会。kyusyuhandbal.sakura.ne.jp。2020年7月18日閲覧。 福岡県ハンドボール協会公式ホームページ fukoka-handball.sports.coocan.jp2020 年7月18日閲覧サニックスカップ U-17 国際ハンドボール交流大会2019スポーツフォートゥモロー2020年7月18日閲覧サニックスカップ高校ハンドボール k 1経の旅系 YouTuber を目指して、武者修行。2020年7月18日閲覧。サニックスカップ U-17 インターナショナルハンドボールトーナメント。www.facebook.com。2020年7月18日閲覧。ありがとうございます。